コルサはアメリカ合衆国カリフォルニア州の北部コルサ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2000年国勢調査では人口5402人だったが、2010年では5971人と10.5%増加した。1850年、チャールズ D ・センプルがコルサの町が設立されたメキシコの特許土地であるランチョコルスを購入した。当時は、 サーモンベンドと呼ばれていた。1850年9月までに町が設立され、コルシという名前だった。翌1851年に最初の郵便局が開局された。1854年にカリフォルニア州議会が町の名前をコルサに変えさせた。この町はサザンパシフィック鉄道が通ったので繁栄した。コルサから道路で距離を行ったところに、ファイブマイルハウス、 セブンマイルハウス、ナインマイルハウス、テンマイルハウス、イレブンマイルハウス、フォーティーンマイルハウス、シックステーンマイルハウス及び、セブンティーンマイルハウスといった旅人の休憩所が設けられた。コルサとなった当初の開拓地はまずセブンマイルハウスの地に置かれたが、後のの1850年に現在地に移動された。コルサは、 北緯39度12分52秒整形122度00分34秒北緯3 9 2 1 4 4四度整形122.00944度3 12 9 2 1 4 4二1 2 2 0 0 9 4 4に位置しているアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は1.7平方マイルでありすべて陸地であるコルサは サクラメント川沿いにあるが、その堤防が高いので、市内から川も、はっきりとは見られない。コルサ市内には、歴史ある、中華街、1905年に建設された、カーネギー図書館、及び数ある歴史的な建物の中でも、古典的な様式で建設され、建築的に価値がある、群長者がある。コルサ市は、中国人僧侶によって設立されており、その小屋と庭園は、 中国北部の中華街に外観が似ている。コルサ軍庁舎1908年以下は2005年の人口推計データである。カリフォルニア州議会では上院の第4および下院の第2選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第2選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス13となっている。2010年時点で すべて共和党議員が務めている。ありがとうございます。